ロシア軍は3日以内に食料弾薬尽きる、ウクライナ側が分析、食料事情は悪化し、キエフ郊外で村人に食べ物をねだるロシア兵が出現、3週間にわたり車列が停滞していることで、補給が破綻した可能性がある、補給線の弱さが指摘されるロシア軍に関し、ウクライナ軍総参謀本部は新たに、新軍中のロシア部隊の燃料、弾薬、 食料がいずれも3日以内に枯渇するとの認識を示した。軍産防本部は、入手できている情報によると、ウクライナで活動中のロシア占領軍が備蓄している弾薬及び食料は3日分に満たない。燃料に関してはタンクローリーで補給が行われるが、これについても状況は類似している。占領軍は兵士集団の需要に応えるだけの補給類とを構築することができなかった。 と指摘している。この分析はウクライナ軍参謀本部が3月21日、フエースブックへの投稿を通じて明かした、手元食料の節減や現地での落脱などを通じ、3日を超えて持ちこたえている可能性があるが、前線のロシア部隊の切迫した状況を示している。当初短期戦を意図していたロシアは、戦闘の泥沼化にあえぐ、24日時点の戦況について ABBC は、 首都包囲を試みていた部隊が、防御陣地を掘り地雷を設置している模様で、近いうちの大規模な攻撃は想定していない可能性がある、とするアナリストの見解を報じた、車列停滞で大動幕が停止、首都包囲に向かうロシア軍の車列は、3月1日頃から停滞している、この車列こそ、前線のロシア部隊に燃料と食料を届ける生命線であった可能性が指摘されている。 元のキア重役であり、ウクライナ侵攻を精力的に分析している著述家の富谷保年氏、ンランド出身、香港在住、は、単一の補給船に頼ったロシア側のリスク管理の甘さを指摘する。核戦闘車両は1日分の燃料と食料を搭載していたが、2日目以降は後方からの補給に頼る計画だった模様だ。氏のツイートよるとこの補給船こそが64キロの車列であり、 その構成は8台あったり1台ほどの武装車両がエスコートするほかは、2800台のほぼすべてが輸送トラックとなっていた。この40マイル、64キロ、の車列は、前線にいるとされる7個師団の、7万の兵、士ではない、7万の兵士に1日分として供給される、燃料、弾薬、食料だ。この大動膜が停滞したことで、 前線の活動は大混乱に陥った。リスク分散せず、華麗な失態。演じる、車列の停滞を受けロシア側は、防御に必要な最低限の弾薬についてはヘリによる緊急輸送を実施した。しかし、攻撃用の重火器と燃料は重量があるため、空輸が難しい。7個師団を動かす人は1日あたり910万リットル、鉄道タンク車69台分。 の燃料が必要となるが、この輸送が途絶えたことでロシア軍の活動は目に見えて弱体化する。アッホネン止は次のように総括している。核心に配慮を。ロシアの侵略立案者たちは、燃料補給者すべてを40マイルの車列という同じバス、ケットに入れた、リスクを分散しなかった、ことで、華麗な失態を演じたのだ。プーチンは現在、兵士に食料と燃料の、自給自足、 を命じているが、これは落脱による現地調達を意味しており、平坦の破綻を実質的に認めた形だ。アホネン氏はさらに踏み込み、ウクライナ軍が戦略的にあえて停滞車両を破壊しなかったとも推察している。これにより、補給地点目前にまで到達した車列の前進にロシア側が不審するよう仕向け、他の平坦ルートの構築を遅らせたとの読みだ。 ウクライナ側にそこまで置きとする余裕があったかは定かでないが、いずれにせよ、64キロに及ぶ単一の輸送網に頼ったロシア側の戦略ミスは否めないだろう。食料をねだるロシア兵。食料配送網の破綻により、ここ数日、ロシア兵がウクライナ市民に食料をこい、今後はウクライナのため戦うと誓った話が報じられるようになった、AX プレス氏は、 キエフ郊外の村に複数のロシア兵が現れ、食べ物はありませんか、とねだったと報じている。同志に対し、キエフの市民はこう証言している。そして言えることは、彼ら、ロシア兵ら、は攻撃する気がない。悪意があるのは彼らの指揮官たちだ。しかし個々の兵士たちは、助けてくれ、何か食べるものをくれ、という状態だ。だから、 この侵略を始めたウラジーミル、プーチンは厄介な事態に陥った、侵略を始めたものの、彼の兵士たちは腹を空かせていて戦う気がないのだ。さらには、エーミラー氏の報道によると、走行不能になったロシア戦車の内部をウクライナ側が捜索したところ、消費期限が2015年の戦闘職を搭載していたという、ロシア軍の食料事情は極度に悪化している模様だ。